スイツーリストはね、今日4日目でございます。なんか不思議なとこだよね。すげえな、バナヒルズスキン場みたいなすごいね、これディズニーランドっていうか、あ、そういうやつ USJ っぽいね。遊園地感がありますよ。なんかすごい世界観だな。仏像もあるし。全然いないです。いやラッキーですね。全然ないです。だってよくぎゅうぎゅうだったって聞きますけどね。この山の上があのバナナが多かったんで、プラスチックの中バナナバナナの工芸、バナナ工芸。やっぱベトナムって感じの世界観ですね。やっぱ中国も全部混ざってる。不安がでもやっぱりすごいですよ。上田は本当に撮れてるんだ。上田さん頑張って。世界一長い芸文化でいますね。本当空いてるね。チケット売りますよ。世界一長いケーブルカー来ましたね。さあ乗りましたよ。世界で一番もう落としまくって世界で一番長いやつですね。20分つってましたか。楽しみですね。これはすごい。これはいいです。20分約20分ぐらい約20分カメラは、マネージャーの上田がやってます。撮れてるかどうか不安です絵がどうなってるのかもはや見てないでこうやってやってた2人が入って天才写真家の撮り方してる心でシャッター切ってる行け行け怖いですね。これ怖いっすね。結構怖い。これ1D さんやばいじゃないですか。うわ綺麗綺麗だよ。ジャングルだね。結構長いね。どこまで生きてるかわかんないけど、多分あれが頂上だから、建物があるんだ。あれがゴールかね。おい何やってんの。びっくりした。寒かった。寒い。びっくりした。やめてよ。揺れてるから。うわー真っ白。うわ全く見えないですね。うわ真っ白やばい。雲の中。これはもう全く怖くない。逆に到着です。来ました。到着です。来ました。頂上ね。ここからが神の手の道ですから。全然見えない。やばい。これはあれですよね。あれですよね。神の手。これを見に来たんでしょ。真っ白。なんかすっごいかっこいい感じの写真撮れると思ってたのに、今日のがいいって言うから今日来たのに。ピントも合わない。全然見えない。じゃあ一応手のところ行ってみますか。はい。見えない。ミストこんな見えないってどうですか。やっぱかかってる音楽が違いますね。そうですね。ランバダじゃない。さあ全然手が、あ、ここはちょっと見えるかも。これが手なんですね。あ、でもめっちゃ硬い。これちょっと見えないもんですから。左手はまだ見えないです。左手もまだ気になる。まいった。ということで神の手でございました。
フラワーフェスティバル一色でこうイエロー出るのなかなかできない。だいたい混ざっちゃうから、この色とは全然違うから、色がもう全然出ないから黄色するのすごい時間かかるんだから家庭もなくなったよ、やっぱずっとチューリップチューリップ全部捧げてきたからね。息子とももう喋れないし、息子も始めたよ、チューリップ作るの一番流行んなかったからチューリップ作るんだ、花としては。それが今はもうこうなったよね、うん、あーどうも、違う、うちの人じゃなかったね。チューリップはなかなかできないからな、これはこの色はもう時間かかったからこれチューリップはだいたい赤になっちゃうからね、この黄色がこれ出るまでなかなか時間かかったよ。キックメイト。どうでしたか？どうでしたか？めっちゃ気持ち悪いです。ということで、チャンネル登録、いいねボタン、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。